はようございます。はい、というわけで、豚バラブロックを使いまして、チャーシューを作っていきたいと思います。で、調味料の方は、ごま油少々、みりん少々、酒少々で、あと味の素、胡椒、醤油は大さじ2、砂糖も大さじ2で、ニンニクを少しと、あと私は辛いのが好きなので、少し、豆板醤を入れたいと思います。
で、焼く前にですね、肉に切り目を入れた方がいいかもしれませんね。で、次回リベンジして頑張っていきたいと思います。はい、完成です。今回はこれで以上になります。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。